はい、書道家ペンチ講師の鈴木行翔でございます。今回は番外編ということで、こちらのですね、ペンテルのアートブラシでですね、筆ペンを用いまして、47都道府県それぞれについて一つの漢字でですね、表していくという、アラマさんが考えたですね、創作漢字を47個ですね、書いていきたいと思っております。皆さんがですね、お住まいの都道府県がですね、どのような漢字になり、どのような色でですね、書かれているかというところも楽しみながらご覧いただくと嬉しく思います。はい、そうしましたら早速ですね、動画をご覧ください。